12級に合格しよう。こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。こんな問題、二次不等式 3x の2乗マイナス 5x プラス2が0よりちっちゃいよと、この不等式を解きなさいというこの問題なんですが、まず因数分解をしたいわけです。ただ今までのように足してマイナス5かけて2みたいな公式が使えないんですね。なぜなら x の2乗の前の係数が3っていう数だからです。1じゃないから。じゃあどうするんですかっていうと、たすき掛けっていう手法を使って因数分解してあげるんですね。じゃあたすき掛けって何ですかっていうと、たすきって分かりますかね。あのお母さんが子供をおんぶしてるあのバッテンのやつ、例えばあれがたすきって言うんですけど、ちょっとイメージ描きましょうか。お母さんがこういるわけですね。これお母さんですよ。お母さんの後ろ姿ですよ。はい、こんな風にね、ちょっと刈り上げたお母さんですよ。じゃあこのお母さんが子供をこう背負ってるとね、これ子供ですよ。じゃあこの背負う時にこんな風にたすきにこう抱っこ紐をかけるじゃないですか。これがたすきなんですね。ですので、たすき掛けっていうのはたすきに掛け算をしてあげるからたすき掛けになるんです。例えばこんな問題、2x の2乗マイナス x マイナス1を因数分解しようと思ったらどうすればいいんですかというと、まずこの x の2乗の前の係数の2っていうところかけて2になる2つの数を探すわけです。例えば2と1ですね、まあ、1と2でもいいんですよ。でその次にかけてマイナス1になる2つの数を探すわけです。例えば1とマイナス1、まあ、マイナス1と1でもいいんですよ。じゃあたすきにかけるわけです。2かけマイナス1でマイナス2、1かけ1で1。じゃあここの1とマイナス2を足してあげるとマイナス1になりますね。1足すマイナス2でマイナス1で、ここの数がこの x の前の係数と一致したらたすき掛け成功です。じゃあたすき掛けが成功したらどうなるんですかというと、視線を左から右に移してあげて 2x プラス1と x マイナス1っていう形を掛け算してあげるわけです。これで因数分解が出来上がりです。ではこのたすき掛けという手法を使って今回のこの問題をまず因数分解してみましょう。お母さん決して大丈夫ですか？あー残念。はいはいはい、はい、では行きましょう。3x の2乗マイナス 5x プラス2が0よりちっちゃいよというこの不等式なんですが、まず x の2乗の前の係数が3なので、かけて3になる2つの数、例えば3と1ですよね。1と3でもいいんですよ。でかけて2になる2つの数っていうのは、例えば1と2っていうのがありますね。じゃあこれをたすきにかけて 1×1 で1になりますね。3、2が6になりますね。じゃあこれ1と6を足してあげると7になっちゃって、ここのマイナス5と一致してないですね。なので残念ながらたすき掛け失敗です。もうこういう時は消してあげるんですね。消しゴムでもう、ああミスったミスったって言って、もうトライアンドエラーをしていけばいいんです、たすき掛けって。じゃあ、組み替えてみましょう。かけて3になる2つの数が3と1、かけて2になる2つの数をじゃあ今度2と1にしてみましょうか。するとこれ 1×2 で2、3×1 で3になりますね。じゃあ2と3を足してあげると5になりますと。じゃあこの5がマイナス5になってほしいわけです、一致させたいから。じゃあここがマイナス5になるためには3にマイナスをつけて2にもマイナスつければいいですよね。じゃあここがマイナス3になるためにはここにマイナスをつけてあげて 3×-1 でマイナス3でしょ。ここがマイナス2になるためには 1×-2 にしてあげればマイナス2じゃないですか。でマイナス2とマイナス1をかけたらちゃんと2に戻りますよね。これでたすき掛け成功です。よしって感じですね。たすき掛け成功したぜと。じゃあ視線を左から右に移して 3x-2x-1 っていう形で掛け算をしてあげるわけです。
この 3x の2乗マイナス 5x プラス2を因数分解してあげると 3x マイナス 2x マイナス1になるわけです。で、それが0よりちっちゃいよと、これで因数分解ができたわけです、たすき掛けを使って。じゃあここから二次不等式を解きましょう。グラフをイメージすると分かりやすいです。このまんま解ける人はこのまま解けばいいんですけど、できるだけグラフをイメージしてあげると二次不等式っていうのは、理解しながら解くことができます。じゃあここに y イコールがあると思って、こんな二次関数を考えましょう。 y イコール 3x-2 かけ x-1 っていうこの二次関数です。じゃあ x の2乗の前の係数が 3×1 で、分配法則した時にね、 3×1 でプラスなるので下に凸の放物線になりますね。じゃあこのグラフをヒュッと書いてあげると、下に凸のこんな放物線になりますよと。じゃあここの x 軸との交点の座標を求めたいんですけれども、x 軸ってそもそも何ですかっていうと、1,2,3 でこうマイナス1マイナス2マイナス3、ちょっと y 座標だけ取りましたよ。じゃあこのラインって y イコール1っていうラインじゃないですか。このラインって y イコール2、y イコール3。じゃあこのラインは y イコール0ですよね。なので x 軸っていうのは y イコール0っていう直線なわけです。じゃあその y イコール0っていうこの直線、まあこの直線ですね。この直線と y イコール 3x-2 かけ x-1 っていう二次関数を連立するイメージで、連立方程式を解いてあげると、この y に0が入りますよね。じゃあ y に0が入ったら0イコール 3x-2x-1 になって、これ二次方程式になりますね。じゃあ x の解は3分の2と1になりますね。どっちかが0になるよっていうことなんですから。ってことでここ3分の2と1っていう形になります。でこの0よりちっちゃいよっていう形でここに等号が入ってないので、この3分の2と1っていう値は含まないので、白丸にしておきましょう。含む時が黒丸、含まない時が白丸っていうルールがありましたね。じゃあこの図で y が0よりちっちゃい部分、つまり x 軸よりも下の部分ですね、 y が0よりちっちゃいよって、ここの x 軸よりも下でしょ。じゃあそこに斜線をシュッ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 と引いてあげれば、答えは3分の2から1になりますよと、 x の解が。ですので今回のこの二次不等式の解は3分の2から1という形になります。はい、合格できる。